どうも、先生、デカです。今回ですけども、いや、先日、阪大オープンという試験を受けてきまして、ここにいる方は、ほとんどが花尾チャンネルもご覧になってると思うので、花尾チャンネルの方で、結果の方は、詳しい結果とかは書いてあるんですけど、やっぱり、正直、受験生が受けるテストを受けたのは7年ぶりぐらい。受けたなりに、なんか、あ、ここはこうした方がいいとか学んだことがあったんで、そちらについて、今日はね、語るという動画を撮っていきたいかなと。今日でここにキム君とサレル君がいるんで、一科目ずつ話していきますか。じゃあ英語、まず英語についてなんですけど、阪大の英語ってどういうやつやったか覚えてる？俺はこれ解いてと思い出して、私1問目が、英文和訳でしたっけ。英文和訳、そうそうそう。2問目が長文で、はいはいはい、3問4んどっちかが英作文、うん、でどっちかが和文英訳だった気がします。いや、自由英作っていうのもあるね。英作文、はい。で、自由英作っていうのと普通の和文英訳がある、はいはいはい、から、全部で4つあるんですけど、はい、まず思ったんが、はい、ちんたら読んでるとまず間に合わないというか、はいはい、90分しかないね、試験が。俺みたいに英作文1ミリも対策してないやつって急に英語書けへんから、はい、やっぱり英作文で、英作文って多分対策してると時間削れるんじゃない。はい、英作文、まあ、なんかに帰着させるし、いや、多分そうやと思うから、パターン化ですもんね。そうそうそう、だから英作文って俺はなんで時間足りんかったかって分析したんやけど、英作文が下手くそというか、もう英作文をほぼしてないから、時間が足りんかったと思ってて、はい、で、実際時間足りん状態で書いてるから、英作文もぐっちゃぐちゃな英語で書いてるから、はい、なんか点数もめっちゃ低いし、だから俺英語の点数めっちゃ悪いんやけど、だから英語は多分英作文は対策で削れると思う。で、じゃあ何対策すればいいかってなった時に、俺は当時やっぱり基本例文っていうのを何個かやっぱ自分の形を持っていくっていうのをやっとって、はい、そうじゃないですか。そうです、結局英語ってなんかいろいろもう無限な形でから選ぶんじゃなくて、はい、自分の中に持ってる有限個の英語の文の中から選んで解くっていう方がいい気がしてて、どうですかそれは。まあ、基本的にそうせざるを得ないんですよね。まあそうだよ、まあそうなんですけど、なんかでもなんかそういう研究があって、うん、その赤ちゃんに、うん、そのいくつ以上の英文を、うん、そのインプットすると赤ちゃんの中で英語の文法が組み上がって自然に英語を話せるようになるっていうような、そんなデータがある。言語学のそういうのが、うん、言語の成り立ちなんじゃないかみたいな。はい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 。で、基本的には英語の文っていうのは無限通りできるわけじゃないですか、はいはいはい、なのに有限界のインプットだけで基本的に赤ちゃんは喋れるようになるわけですよね。そこにはもともと赤ちゃんの中にその言葉というものはこういう組み立て方をしているっていう、うん、潜在的な芯があるんじゃないかみたいな。あ、そういう研究がされてる。そういう研究が、まあだからあれか、実際有限語のその基本的な英語の文章を持っていけばいいと。だから基本例文700選って多分寸大が出してるやつとか、俺が寸大行ってた頃はおすすめされてた。これに書いてある例文を基本的には、まあ主語とか述語の単語はどうでもいいんだけど形は覚えましょうみたいな。700もいらないですね、多分。そう、700もいらんとは思うんだけど、てか700も俺は覚えられへんかった、正直。なんかどうやって覚えるのって感じだったから。俺は多分これは使えるなっていうやつをチェックして覚えていってたから。僕は700は絶対無理やから100個覚えようと思ったんですよ、うん、100個自分で使うの覚えようと思ったんですけど、多分結局30ぐらいしか覚えずにいきました。でもそれでもまあちょっとは変わるでしょ、やっぱり。はい、これ違いますね、全然。だから100個覚えてたらどんぐらい俺頭良かったんだろうっていう感じになってましたね、うん、なるほどね、はい、っていうような感じで、多分英作文は対策して、で、英作文って俺一番難しいのが合ってるか分からんから、絶対人に見てもらうべきやと思うね。そうですね、英作文っていう科目は、はい、だから英語ができる、まあ、俺とか英語ちょっとできないんで俺とかには聞いてもしょうがないですけど、まあ英語できる人とかに、まあ、見せればいいんじゃないかなというのが、まあ英作文の向上の基本形なんかなと思うん で、英作文の能力が上がると英作文をスラスラ書いて時間を短縮することができ、結果的に全体的に時間が間に合うっていう良さがあるんで、まあ英語における僕が阪大オープンを受けた感想は、英作文を対策していればもう少し点が取れたかなという感想を得ました。
まあそれをまあ皆さんに、まあ、長文とかはやっぱ TOEIC やってるおかげで、まあ、ある程度読めるんですよ。ある程度読めて、まあ、細かいところまで読むっていうのがちょっと苦手だったっていうところが、まあ、まあ点数が低かったポイントやけど、ほとんど僕長文が点数なんで、あの英語の英作文がほとんど点数になってないってことを考えると、やっぱり英作文が微妙やったなというふうな振り返りになります。はい、続きまして、みんな大好きキム大好き数学、やったー数学、やったー。まあ、これ完全に作戦が作戦通りいったなっていうふうになってて、はいはい、まあ、僕基本的に数学とか物理科学に関しては、あそこやったって言わへんねん。あの数学5つ問題あるじゃないですか、はい、その5つの問題の中で僕の中で難易度分けっていうのをするんですよ、はい、問題パッと見て解けそうかとか、はい、でそれっていうのはどういうふうにして根拠、そう、どういう根拠に基づくかというと、今までの経験、もう経験で、あ、これは見たことありそうだとか、これはまあやばそうみたいな、形がやばそうみたいなのを、まあ、瞬時に判断して、で簡単な順位をつけるんよ。で俺がつけた順位としては、今回の問題はもう1番から5番の順番で難しかったと思ってて、僕のイメージなんですけど、うん、2問は誰でも解ける問題入ってて、うん、1問はなかなか難しい問題があって、うん、残り2問はもう受かるなら解けなきゃいけないみたいな、差がつく問題みたいな、差がつく問題みたいな、そん、はいはい、だいたいそういう構成だ。でも今回もそうやったと思う、多分1と2は解けなあかんかったんやと思う、多分やけど、はい、多分1と2は解けなあかんくて、3が差がつく問題、4も差がつく問題、5はワロスみたいな、ワロスみたいな、5はワロス問題で、はい、で俺5最初解けると思ったんよ、全科式の問題で、俺結構全科式の問題意外と嫌いじゃないからさ、はい、解けると思ったんやけど、3分やってやばそうってなって、はい、全く思いつかんでなってやめたんよ。で俺結局これ得点の構図見ると、1番30点、2番満点、3番満点、4番4点、5番4点っていうすごい正の取り方してて、これ全部40点満点、40点満点なんやけど、ちなみに持ってると反対は5番が難しい傾向があります。あ、そうなんや、はい、らしいです。僕のイメージ、僕のイメージですよ、はい、キムイメージね、今、はい、2016年までの僕のイメージ。あ、2016年までの、はい、でまあ今回の阪大オープンも、まあ、これはでもうまいこと言ってたかなという感じで、1番から順番に難しい問題が出てたけど、じゃあ簡単な問題が来てたんやけど、まあその中でも1番は僕ケアレスミスで10点落としたんで、これはちょっと反省すべき点なんですけど、正直150分の試験時間のうち120分ぐらいはここに咲いてる、多分俺。これはなぜかというと、もう半分取ったら偏差値50以上絶対行くっていう、分かってて、か60行くと思ってたから、はい、じゃあ難易度をパッと見て分けた時に、ここはどうせ時間かけても無意味やって、その時間帯効率を考えるよ、こういう時っていうのは、はい、時間帯効率を考えた時にやっぱり簡単な問題で間違えない方が大事なの、難しい問題が解けるよりも簡単な問題間違えない方が二次試験においては大事やから、ここでいかに点を落とさないかにのくせにマイナスプラスマイナス間違えて10点落としてるっていうのは反省材料なんやけど、だから、よくやってしまうんが、大問5つやから1問30分でしょみたいな感じでやるんやけど、まあ確かにそれは理想なんやけど、俺みたいにチャレンジャーというか、それはもうほんまに余裕を持った人、もう呼び乗り匠さんレベルやったら、もう30分ずつかけて全部解けちゃうみたいな感じになるレベルを持ってる人やったらそれでもいいと思うんやけど、チャレンジャーみたいな精神を持って国公立大学に受けに行く受験生いっぱいいると思う。その子らっていうのは、正直この難易度的に5問中一番むずい問題って多分解かれへんと思うねん、多分やけど。じゃあもう最初から解けませんっていう状態でいった方がいいというか、こいつに無意味に時間を割いてる人が多いと思う、正直受験生の中に。どうですかそれは。そうですね、こいつに無意味に時間を割く人が多いと思うから、で試験が終わった後になんでこいつが解けんかったんやろが大事だと思うんやけど、試験中はもうとりあえず1点でも稼ぐことを考えた方がいいから、俺今回ほんまに 1,2,3,4,5 の順で難しいって最初の3分で判断して 1,2,3 でいかに点を落とさないかでいった結果うまくいったから、で解説とか読んでも1番の1で K 大なり0って条件があるんやけど、それを見落としてた回答とかあったとか書いてあって、それって多分こことかに無駄に時間かけてしまって、こいつの見直しの時間がなかったんじゃないかなと俺は分析してて、だからそういうミスもなくすっていうのが大事じゃないですか。多分受からん子はそういうことすらまずできてないから、でそれって実は普段の
勉強というかからあの難易度ず俺結構塾の時や生徒にやらしてたんやけど、はい、これって5段階評価でどれぐらい難しいと思うっていうパッと見せただけで、はい、っていう練習させてた最後で5段階評価の基準設けとって5段階評価の5がマジで時計みたいな、はい、何分考えても方針すら立たへんみたいな、はい、で4があの将軍2つあった場合1はちょっとは戦えるみたいな、はいはいはい、で3がっていう感じでまあちょっとまあで1が絶対解けなあかんもんだよ、はい、感じの基準を設けた上で5段階評価でこれ何個ぐらいっていう練習はさしてて、まあ、それさしてた意図っていうのは結局解ける問題って5問中2問か3問やからそれを 見分けるっていう能力を培うっていうのはまあ大事なんじゃないかというそういう話になります。はい、それをまあ俺は学んだっていうか再確認したこの数学のテストを受けてやっぱり5問中あの全科式の問題はもう俺分からんかった正直で後で解説読んでも、はい、平均値の定理っていう定理をの存在すらをちょっと怪しい状態やったから俺、はいはい、やっぱりまあ俺ってやっぱ数学忘れてんねんなってなった。平均値の定理使うらしいであの問題それはむずいですね。で俺平均値の定理ってそんなあったなとしかならなくて解説読んだ時にああなるほどってなったけどやっぱ忘れてんなとはなったけどまああれ実際平均点見たら俺平均以上なんや俺、はいはい、これ5番4点やけど俺 3.5 点やから平均点この問題平均以上なんや俺実は。それどういうことを指してるかって言ったら5番の問題って機能法で解いて n イコール1の時試して4点なんや n イコール1の時試しただけで平均以上なんや逆に言ったらってことはそれを半分以上の人ができてないって考え方をすると意外とみんな間違えるでっていう精神で本番臨んでもらえると嬉しい。多分半分以上のところじゃないですよ。だって満点の人がいるわけですから。あ、そうだそうだ、はい、実際多分8割ぐらいの人ができてないかもしれない。そう、そうかもしれへん。で、まあそれぐらい意外とみんな取れてないんだぞということを言ってほしいし、はい、まあ今回僕まあ動画見てもらったらまあちょっといい点取っちゃったんですけど、はい、まああの実際点数見ると5割なんですよね。700点中355点なんで、はい、逆に言ったら5割しか取ってないのに18位なんよ。そう考えると全部30分ずつ解くとかいうよりももう難易度に差をつけてここは絶対解くぞっていう風にした方が絶対受かりやすくなると思うのが数学物理科学全てを受けた時の感想。これ全部の感想、はい、